こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなこと、こんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは動物霊とは一体何かということでお送りしたいと思います。まあ時々ですね、この霊のね、いろんな種類についてですね、まあスピリチュアルにおいて語られるわけなんですけども、その中でよく動物霊という言い方をすることがあります。動物霊とは読んで字のごとく動物の霊だということなんですけども、実際にはですね、まあその動物霊と呼ばれているもの、まあそういう言葉で指し示されているものは必ずしも我々がイメージするような動物とは限らないということが多いんですね。むしろ我々が意味するような動物の霊を見かけるっていうのは、まあ、稀なんじゃないかなと思うんですね。なので私はよくあんまりこの動物霊という言い方はしなくて、霊物という言い方をして、まあもう基本的にまとめちゃっています。ただまあまとめちゃっているのはもう本当に分類し始めると際限ないということもあるし、分類したところでっていうところもあるので、まあもう霊物っていう形で全部10羽人からげにしてね、認識しちゃってる部分はあるんですけども、どうしてもこのね、物事を理解していくためには、まあ、言葉っていうものが必要で、で言葉っていうものをきちんと正しく理解しておかないと、間違った理解してしまうということも、まあ、あるかなということで、今回あえてですね、まあ、分類したところでと言いつつも、ある程度どういうものを指しているのっていうことをね、話しておくと、まあ、若干そういう動物霊という言葉にぶち当たった時に、まあ、いろんな人が動物霊という言葉を使うことがあるので、その言葉の真意、結構その見ているものがみんなバラバラだったりするのでね、わけがわかんなくなる可能性もあると思うので、そういうなんかよくわからないなって思った時の、まあ一つのね、手助けというか参考までに一つ、まあ覚えておいていただけたらなと思っています。で、まず動物霊とは一体何なのっていうとですね、まず言うなれば、純粋なですよ。まあ猫とか犬とか、まあイノシシとかもそうですし、この世にいる我々が動物と認識しているものね、そういったものの霊体、これがまあ動物霊と言われているものなんですけども、まあ先ほども言いましたように、動物の霊ってそんなにね、見かけないというか、見かけないんですよ。それを言い出したら昆虫とかね、微生物とか全部霊があるはずなんですけども、あんまりミトコンドリアじゃない、ミジンコの例を見ましたとかね、カブトムシの例を見ましたとか、あるいは、まあ、猫ぐらいになってくるとね、結構猫はたたるなんて、ね、怪談話でも化け猫とかね、出てくるぐらいなんで、まあ結構猫も霊性の高いね、動物であると思うので、ある意味でね、まあありますけども、まあ犬とかね、犬神の呪いなんてね、言いますけども、まあ、そういったところから、まあ、ないこともないんでしょうけども、ね、動物の霊ってあんまり見ないんですよ。というのはなぜかというと、動物って人間ほど複雑怪奇なこう知性を持ってないので、単純なんですね。だからもう、例えば亡くなった時に、そんなにこの世に未練たらたらで、とどまっているってことは、ほぼほぼないんですよね。だからよっぽどなんか、残虐なやり方で、苦しめられて殺されたとかね、それこそ犬神の呪いっていうのは、犬をね、無理やりこう飢えさせて、最後は首をはねてね、その時のものすごい怨念でね、その怨念を利用して相手に呪いかけるっていう恐ろしい、まあ、呪法なんですけど、残虐ですよね。そういうことでもしない限りは、犬も別に亡くなったらそのまま、まあ、起遇するというかね、まあ、ちょっと霊界が人間とちょっと違うので、ね、人間みたいなくしみ玉のね、高度な霊性がないので、そういった霊体とは違うところに行くんですけど、基本的にはですね、もうすぐに起遇する感じなんですね。なので、まあ、
ほとんど見ないと。なのでよくこうスピリチュアルで動物霊がついていますとかねいう場合はほぼほぼこの動物の霊体ではないということが言えます。じゃあ次に、ね、動物霊といった場合何が考えられるかというと、動物の霊体そのものというよりは動物の霊体からまあほとばしるって言っていいのかな、あの思念ですね。動物もいろいろ考えるんですよね。人間のような高度な思考、言語的な思考はしませんけども、やっぱり思念があるわけですね。その思念が出たものが霊的な体をなし、まあ言うなれば動物の生き量版みたいなね、よくちょっとややこしいですけども、そういった思念というものが動物の霊としてくっついている場合もありますと。これはまあペットとかね、思い入れの強い動物だとやっぱり飼い主に若干の思念を向けると。でもこれはまあもちろんどちらかというとポジティブな念なのでね。仮にそういうものが見えたとしても別にたたられてるとかそういうねおどろおどろしいって感じではないと思うんですね。まあペットとしての愛情があったからそれでつながりあってっていうね、まあそれは亡くなってから思念が残っててね見えるっていう場合もあるし、それを感じるっていう場合もあると。なので、まあ、動物の霊体から出た思念という可能性もありますと。まあこの辺がまあ純粋たるそのね動物という名前から類推されるまあごくごく自然な、まあ、動物霊なんだと思うんですけども、こっからがですねあのだんだん動物じゃないでしょっていうふうに思えるような、実際動物とはまたちょっと違うのでねあれなんで、でも動物霊と呼ばれているものでよく動物霊を感がついてますとかね、そういうものを見えますなんていう場合に見ているものとしてねよくありがちなのが、動物の霊じゃないんだけどもうほとんどその動物というかその、ね、人間じゃないよねっていうそういうレベルの霊物が見える場合があるんですね。それはどういうものかっていうと、例えば霊界の人間の霊体の残骸とか、残骸っていうとちょっとあの語弊があるかもしれませんけど、人間もねその、まあ、その思念を出したりするわけですよね。でやっぱりいろんなものがその霊界に行くとですねもう単純ではないので、人間の霊体もですねいろんなものに分裂したりとかですね形を変えたりしている場合がありますと。なのでその霊体からこうはみ出ている残骸のようなものが固まって、それがなんかなんていうかある種の形をとっているという場合があるんですね。でそれを一見すると動物かなっていうふうに見える場合があるんですね。これがまあ動物霊の正体である場合がありますと。あとさっきも言いましたけども、動物の霊体から出た思念って言いましたけども、これ人間の思念のがほとばしって凝結したものも実は霊体としてね見える場合があって、これなんかも動物霊と言われているものの正体である場合があります。これはまあどちらかっていうと生き霊ですけどね、生き霊なんだけども、生き霊っていうと本来人間の形してないと、まあ本来は何つうか生き霊のイメージにならないと思うんですけど、これが時々生き霊がですね動物っていうか、そのこれまた人間とは思えないような形で出てくる場合があると、そういうものも動物霊に見えている場合があります。あとですねまあ主になんですけど、宗教系の、まあ、ものね、宗教団体とか宗教組織、まあ、神社仏閣なんかも含めてですけども、そういうところが生み出しているね、パワーアニマルと呼ばれているね、眷属心、ね、眷属というか、その宗教やその神社やそのお寺やそういったものにですね、力を与えている存在っていうのがいるんですけども、それをまあ眷属心と呼んだりしますけど、ね、まあその神社の主催人、例えば神社だったらば主催人がいて、主催人の代わりにというか、主催人のある種の手足となってね動いている、現実に強い影響を与えているようなね存在がいて、まあよくある話は竜神とか天狗さんとか、まあ狐とかね、あら蛇とかいうふうに言われているものがありますけど、こういったパワーアニマルね、眷属心、こういったものがまあ動物霊と呼ばれている。実際に動物っぽく見えるからよく眷属心は蛇だったりね、狐だったり
ていう場合があるんです。まあそれはもともと古来よりね、そのそういう蛇とか狐とかを神聖視してね祀ってるという風習があるからこそそういう姿で出てくるということもあるんですけど、そういったもの以外にもですね、いろんなその力を与えてくれるパワーアニマル、ね、眷属神が、まあ、いたりするんで、こういうものも動物霊っていうふうに見えてる場合があります。あとはさっきの続きっぽくなっちゃいますけど、カブ霊界って言って霊界のすっごい下の方にね、霊層というか 霊的な波動が下がって下がってずっと下がっていくとですね、もう霊人なんだけども歯切なく動物みたいな姿になってる人とかいるんですね。そうするとですね、カブ霊界の霊人の慣れの果てがもうほとんど動物でしょうというね、動物じゃないんですよ、もうすでに動物じゃないんだけど、もう動物に見えちゃうっていうね、要はもうある種の動物レベルまで、で動物の本能レベルだけで生きちゃってるようなね人は、まあそういう株霊界像の本当に下の方に行って慣れの果てみたいな感じでね出てきたりするわけですね。でこうなるともう人間だけども人間と見なされなかったりとかね、そう見えなかったりするんで動物霊と呼ばれちゃってる場合があります。でですね、あとは霊的界にいるね、霊的な動物の霊、これね先ほど言った純粋な動物の霊体とまた違ってですね、霊界にだけいる動物みたいなのがいるんですよ、霊的な動物みたいなね、まあ、こういうものも霊物って僕は呼んでますけど、霊界固有の動物みたいなのがいるんですよね。こういったものも動物霊としてあります。あとはこの自然界ね、この世の自然界、まあ、要は山や川やそういうところに宿る精霊ね、精霊レベルの話ですね、いる動物の話、実際にいる動物の話じゃなくて精霊という形で宿っている霊、そういったものがこう見た時に精霊ではなく動物霊だっていうふうに見てしまう場合があると。だから精霊は動物霊と間違えている、見間違えているというケースもあると考えられますね。あとはですね、上部霊界、さっきは下部霊界って言いましたけど、上部霊界にもですね実はパワーアニマルがいまして、宗教系が生み出すパワーアニマルとはまた違った意味で、上部霊界にだけいる眷属神みたいな、ね、まあ本来眷属神といったら神社のね主祭神のそばにいるようなね存在なんですけど、そうって言ったらまた別に上部霊界にいるにて存在する、まあ、霊界に存在するパワーアニマルですね、そういう存在もいます。まあこれはさっき言った霊界の霊的な動物の霊とはまた違って、ちょっと役割を持っている、ね、霊界における役割、ね、特別な役割を持っている、まあ、眷属ですよということですね。動物ですよと。はい。で、あとは、上部霊界の霊人がね、いるんですけど、上部霊界の霊人がね、その中でやっぱある種の方便としてね、まあ、人を導いたりするときに、まあ、霊力を発揮する際にですね、人の姿じゃなくて獣の姿みたいな感じで姿を変える場合があるわけです。典型的な竜の姿になったりする霊人がいるわけですね。これはどうしてかっていうと、霊力の波動をものすごく出力を上げるためには 霊人のね、人の形だとちょっとね難しいのかよくわからないんですけども、まあ、自然とそういう形になってしまうのかわからないんですけども、竜の形になったりとか天狗の姿になったり、まあそれ以外にも諸々の姿に変化してこうね霊力発揮する場合があります。そういう姿を見た時に、あ、これは動物霊ではないかっていうふうに見えてしまう場合がありますと。まあこんな感じですね、なんかダラ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 といろんなケースを挙げてみましたが、このようにですね、もうなんかいろんなケースが錯綜してるんですね。なのでもう分類してもしきれないし、今言ったものの中以外にもいろいろとなケースがあって、それを動物霊だ動物霊だっていうふうにね言っちゃってる場合があるので、まあ、重要なこととしては、動物霊って聞いた時に単純に動物の霊だと動物の霊だというふうに思っちゃうと間違ってしまいますよと、違う場合がありますよとね、いうことが、まあ、言えるので、まあ、一つ参考程度にですね、お話ししてみました。ということで、今回もですね、動物霊とは一体何かということでお話をしてみました。ということで、今回も守護スピラージュをお聞きいただきまして、ありがとうございました。
シュガスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシュガスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシュガスピラジオでお会いしましょう。さようなら。